器屋さん店長須藤です。今日はですね、イベント暮らし器と暮らし1というのがあったよというお話をしたいなというふうに思います。器屋さん店長須藤です。最後までご覧ください。よろしくお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。器と暮らし1というのが6月11、12で愛知健康の森公園というところで行われました。愛知県大府市というところで行われたんですけれども、これがですね、初めてその健康の森の公園ですごい広いところなんですよね。健康なんだっけ、健診施設があったりするものすごい広い公園なんですけど、その公園で行われたんですよ。で、まあ天気も良くですね、2日間とも大変たくさんのお客さんが初めてにもかかわらず行われました。主催はですね、器と暮らし一実行委員会というものでやっておられましたけども、ですね、私たちが暮らす東海地方は瀬戸焼、常滑焼、常滑焼、美濃焼など有名なたくさんの焼き物がありますと。器と暮らし市ではぬくもりを感じる素朴な一皿から作り手の個性が光る作家物まで、食卓を彩り心が豊かになるような素敵な器を集めました。さらに素敵な丁寧な暮らしに導いてくれるような道具や美味しい焼き菓子、フードトラックが登場するほか、ワークショップも開催しますということで行われたんですよ。そしてですね、出展者がですね、器をことね見てみますと、本当にこう有名どころっていうかね、有名なメーカー鎌本さん、それから特別なこうアイテムを持ってらっしゃる商社さん、それから作家さん、私の知り合いの作家さんも数名、それから僕もうちと同じような扱う商社さんで売れてる、楽天でとかネットで相当売れてるお店が数件入っておりましたので、当然ですね、上手にこの今の流行りのですね、幅のですね、クラフトフェアとは違って、もうちょっとね、クラフトフェアとちょっとこう上の方行っちゃうんですけど、こう人気の割とまあすごく安いわけじゃないですけど、まあまあなお値段するものから作家ものまでということで、割と幅広いゾーンであったのが、人を集まっ、器のファンも一つ集まったのかなと思います。まあ人気どころといえばですね、もう有名な菰野町にある山口陶器がやってる鴨鹿陶器店、道具店、それから陶器の美濃焼をやってる商業団地でやってらっしゃいますフェリーチェさん、こういったところはですね、ものすごい、それからあとはですね、ネットショップ系でいうと美濃サラサさんですね、それからもともと卸で強いっていうか、もともとお強いですけど、愛刀製作所さんですね、こういったところが出ている上に、メーカーさんも美濃で言うと、なんとうちの町にある作山、それから隣町にある金子古表製陶所、そして新山窯山津、そして、多治見で言うといろんなものの OEM と、いろんな、なんだっけ、ごめんなさい、いろんなこうクラウドファンディングでお世話になっておられる、皆さんが大変お世話になっている丸浅ポーセリ、丸浅製陶所さんですね。それから美濃焼ストローで有名な株式会社カネス、マイストローですね、で有名な株式会社カネスさんなんかも出展されています。ちょっとね、他産地のことは私あんまり詳しくないので、ですが、あとはまあ作家さんで言うと土の根スタジオさんとか、リスノキ食器工房さんとかですね、この辺り時の陶器市でも見かけるような先生というかたちが出ておられて、非常にね、僕も都合合えば行きたかったなと思うほどの、品揃えというか幅がね、いいかなっていうふうに思いました。なんか一部のね、食器の鎌本さんのインスタとかですね、リールとか見ますと、初日は相当なんか売り切れたものが増えてしまって、2日目また補充しますよみたいなこともあったそうですので、きっと来年も人気になるかなっていうふうに思います。はい。器と暮らし市は、来年もちょっとやるか分かりませんけど、今年は6月、2022年は6月11、12、
愛知の健康の森公園で行われました。あ、もう大変ね、好評だってことで、インスタのアカウントとかもね、見ていただければ分かる。下に書いておきますので、見ていただければ分かると思うんですけども、大変好評でした。最近ね、こういうイベントが増えてますけども、なんとかマルシェと圧倒的に違う、これは器と暮らし市なので、器が結構ね、ボリュームゾーンが多いかってこと。そして、その、よく使われる瀬戸、そして常滑、まあ、岐阜県はちょっとおまけ的なんですけど、岐阜県の美濃焼という3つの産地の有名どころが集まった。売れてるところが集まったということは非常に良かったと思いますし、きっとね、たくさん売れたんじゃないかなっていうふうに想像します。器屋さんもここに出してもらえるように精進したいなっていうふうに思っております。悲しい。はい、それでは今日は器と暮らし市についての行ってきた報告だったらね、もっと良かったです。残念ながら私がちょっと日程が合わず行くことはできませんでしたので、こういうイベントがありましたよという紹介動画になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。今後のね、あなたのね、器ライフにお役に立てれば、陶器市行く、お役に立てれば幸いです。多分ね、全国各地でこういったイベントが行われてますけど、この器と暮らし市は、やはりこの東海地方ならでは、私たち行ってくださったこの美濃の産地が直接、出ていける、気軽に出ていける範囲。いっぱいね、全国回ってる人たちは別にいるんで、そういう方々はいいんですけれども、近くしか行けないっていう人たちにとっては、ありがたい出店の場でもあると思うので、来年もやってほしいなっていうふうに思いますし、まあ、あまり陶器ばっかになってもいけないので、多分まあ来年もこういう人気どころに集約されるとは思うんですけれども、あったら、ぜひ足を運んでほしいイベントかなっていうふうに思います。で、私のお友達も出店の方も、それから、イベントに行かれた方も数名インスタ等でお見受けしたので、このお話をさせていただきました。今日の話いかがだったでしょうか。面白かったと思う方、高評価ボタンお知らせください。そしてコメント、ご意見お待ちしています。最後になりますが、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、うつわやさん店長須藤慎一郎でした。うつわやさんチャンネル、今日はここまでにしたいと思います。じゃあまたね。